9月8日に行われた自民党総裁選の候補である高市さなえさんの記者会見。NHK に切り込むとか、財政についても悪くなく、いろいろいいことを言ってて結構評判良かったんですが、福島処理水について大失敗してしまいましたね。 多分、うちのリスナーに少なくない、高市さん、待望論者の人からすると、今回の動画は、毛嫌いされる内容だと分かっていますしかし、高市さんを盲信する人は、ある意味、実は、反高市というか、日本を良くしようと考えていないと私は思いますよ。 ちゃんと正面から現実を受け止めそしてて考えていくこれが大事でしょ皆さんこんにちは、ハニにです。本日は2021年9月の10日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、えー、じゃあ立憲民主党と同じじゃん説明が処理水問題については全く足りてないよということになります。 この動画では9月8日に行われた記者会見とのやり取りを中心に福島原発処理水問題についてもう一度見直していこうと思いますので最後までご覧ください。では今回の目次はこちらです。ではまずは軽く8日に行われた高井さんの記者会見を振り返ってみたいと思います。 今回参考にさせていただいた FNN の動画を適宜引用していきますね。まあ以降、時間についての言及がある際には、概要欄参考動画にある高市さなえの時間と思ってください。で、高井さんは会見でいいことは言ってるんですよ。例えば4分45秒あたりは、まあさなえのミックスという名称はどうかと思いますが、国が金を出すと明言しており、これはいいと思うんですよね。 また29分の NHK 改革についての言及はまあおもろいのかなと。正直家計の負担が大きいという話はそこまで重要じゃなくて NHK の存在意義が私は大事だと思いますけどね。まあとはいえ今の番組の価値が低いから値段が高いって評価されているのかもしれませんが。で、私が地味に大事だなと思ったのはこの NHK 改革の次に触れた話ですね。 そこでは高石さんはこのように語ります。以下文字起こしです。学校教育や社会教育の場で卒業終了の節目に必ず社会制度教育を導入したい。生活保護の申請ができずに亡くなる方、育児や介護の負担に耐えきれなくなる方、経済区が理由で進学を諦めてしまう方、たくさんおいでです。そういう方がいらっしゃらなくなるように支援策など利用可能な施策の 周知を徹底していかないといけない。以上ですね。もちろん困ったらすぐにアクセスできるように行政側がしっかりとわかりやすく制度設計しろという話でもありますが本人が全く気づかないことを行政からすべてこんな制度あるよって連絡が来るのはまあ理想だけどそれと同時に国民に教育しておくのは国民の生活の質向上にも役立つと思いますね。 ま、細かい話ですが、これはかゆいところに手が届く、高橋さんの視点が見えてよかったと私は思いますね。ただ、高橋さんの記者会見で大炎上している部分があるんですね。それが動画36分及び1時間19分あたりですね。では、まずはその前提としてこちらをご覧ください。 こちらは東京新聞9月8日の記事ですね。見出しは、風評被害リスクある限り放出の決断しない福島第一原発処理水海洋放出で高市市自民党総裁選ですね。本文は長いので今回は割愛しますが、概要欄参考記事東京新聞にリンクを貼ってますので、よければそちらをご覧ください。 しかし、この見出しにあるように、高井さんが処理水放出に対してこのような発言をしたとなれば大変でして、そのために9月8日9日にはこの話題が結構炎上したんですよね。特に学者や維新の会の議員などを中心に怒りの言葉が出てましたよね。それこそせっかく退任直前に海洋放出しかないと言及してある意味泥をかぶった。 原田義明前環境大臣の言葉を覆すかのような行動をした小泉慎次郎環境大臣がいたわけですが菅政権の下で海洋放出を決めたわけですよね2021年4月にで問題となるのはすでに処理水を貯めておくタンクがこのままだと2022年には満杯になりまた海洋放出を決めても実際に放出するまでに準備期間があるので 海洋放出を決めるリミットは本来は2020年の秋でしたよね。それが伸びてしまったが菅政権においてついに放出を決定したわけですよ。ちなみに総裁選不出馬を発表してから初の記者会見の場で菅総理は処理水についても安全性の確保と風評対策を前提に海洋放出を判断したと語っており、また多くの人がこの海洋放出を評価していましたよ。 それを高市さんが覆すような発言をしたとなれば大問題ですよ。基本的に科学的に安全と証明されている処理水の放出を不安だからやめてくれって言い続けたらいつまで経っても問題は解決しないという視点ですしね。国際的な基準をクリアしており、また海洋放出時にはチェックが入るというのに根拠なく不安だからやめろというのは一種の嫌がらせですしね。 でね、したがって、本当に高井さんがそんなおかしなことを言ってるのか、ということが問題になるんですよね。少なくても、菅政権と全く違うことを突然言い始めるのはおかしな話ですから。では、関係箇所を文字起こしておきましょう。まずは、動画36分あたりです。以下、文字起こしです。福島第一原発症による風評被害の払拭。これを急がなければなりません。 現在におきましても、東北、東海地方に至るまで、この広域にわたって、それも、水産品だけじゃないです。農林水産物、たくさんの種類の農林水産物に対して、輸入制限措置、もしくは輸入禁止措置をかけている国、地域が残っております。なんとか、この、これらの地域に対する制限解除の働きかけをしっかりとしていく、外交の強化を行ってまいりたいと思います。ですね。で、ここだけだったら問題なかったんです。 処理水放出については確かに中国、韓国、そして台湾も嫌悪感をあらわにしています。日本としては国際的な基準をクリアしており、問題のないやり方で海洋放出することにしたわけですよね。基本的に現在、福島のタンクに入っている処理水は、最終的にもう一度処理をしてから海洋放出をしますが、その際にはトリチウム以外は取り除いた状態で放出します。 トリチウムは自然界にも存在する物質であり、普通の水にも入っているわけですから、トリチウムを含む処理水を放出したところで問題はないわけですね。そして、濃度が多少高くても、化け物のような容量の海洋に混ざれば、濃度は一気に下がります。 果汁100%のジュース 1cc をプールいっぱいのミネラルボーターに混ぜたら、もはや果汁なんてどこに行ったの状態という感じですよね。まあ、したがって菅政権のもと、安全性は完全にクリアしている。国際機関のチェックも入る。 だから安全なものだから海洋放出するんだと決定したわけですよね。そして地元の漁業組合等も危険だから海洋放送をやめてくれと言ってるわけではなく風評被害の危険があるからということで文句を言ってるわけですよね。ただ当たり前ですが世界にたくさんの国もあるわけですしいろんな人がいるわけです。ちょうど今も感染症のワクチンについて本当のリスクを訴える人もいますが デタラメを言って批判をしている人もいるわけですし、従って処理水についてもデタラメで騒いでいる人たちはいるわけです。従って日本としては安全性を示しながら風評被害を取り除いていくしかない。そしてこれは試験ですが、究極的には説明をしてどうにもならない国は仕方ないのですよね。だって科学的な説明をしてもわからないんでしょ ちょうど今ワクチンについてもワクチンを打てば 5G につながる磁石人間になるとか叫んでる人がいた際にデマと分かって叫んでる連中は説得する価値がないデマと分からず信じてる人はその人を説得するのは大変すぎるわけですよね万一このような人たち全員を納得させるまでワクチンを打てないとなったら日本壊れますよどれだけ科学的に説明したって理解できないわけですし信用しないわけでしょ で話を処理水に戻すとまあこれは不幸中の幸いかもしれませんが日本が台湾にアストラゼネカワクチンを送った際に台湾はこの処理水問題についてやや軟化した可能性があるという報道がありましたまた韓国の方でもガチの研究をするとあれ処理水放出問題ないじゃんって話も出てましたよね しかし、100%の風評被害は取り除けない以上、日本としては世界的な基準をクリアした科学的な安全性を訴えることによって、風評被害を取り除くように努力していくしかないわけですよね。では、高井さんはこの後どういう発言をしたのでしょうかこちらは動画の1時間19分あたりのことですね。福島民友新聞の桑田という方が高井さんにこのように質問します。以下、文字起こしです。 東日本大震災から間もなく10年半となりますが、福島県をはじめとして、被災地の復興は未だ道半ばです。菅内閣は東京電力福島第一原発のアルプス処理水を海洋放出する決定をしましたが、地域住民、漁業者は、風評被害の発生を懸念して反対の声も根強いのが現状です。被災地の復興や原発事故対応にどのようにお考えですかですね。 私の理解では確かに地元関係者についても処理水の放出に反対する声があるのは知ってますが記者も言及しているように危険だからというより風評被害への懸念が理由なんですねまた地元の中でもタンクのそばの地域などはむしろ早く処理してくれないと困るという声もありますでこれに対して高橋さんはこのように答えるんですね以下文字起こしですがこの部分がだいぶ批判されています 以下、文字起こしです。処理水の放出の話でございます。これは突然発表された時、私は正直大変驚きました。と言いますのは、福島県の漁業連合会に対して発出されました文書がテレビにちらっと映りました。 その文書に高市さなえと書いてあったので、次の日に経済産業省に確認をしたんですが、この約6年前ですが、福島県の漁業連合会に対して、皆様の納得が得られるまで、いかなる処理も行いませんと書かれた文書の出し主が私になってたんですね。その時は経済産業大臣代理ということで、当時の宮沢大臣が海外出張中でいらした。でも、その日の夜には帰国される。 その海外出張中の3日間、経済産業大臣の事務的な代理を総務大臣である私が務めておりました。しかし、その文書については、総務省に経済産業省の職員が足を運んだという記録もありませんし、私はその文書を見ておりませんでした。代理であった私の名前でそのような文書を発出された。つまりは日本国政府が福島漁業関係者の皆様に約束をした文書であります。この約束を破るわけにはいきません。 特に勝手に出されたとはいえ、私の名前が使われておりますので、非常に強い責任を感じております。やはり地元のご理解がない限り、軽々に放出をするんだと。じゃあどういう方法で放出するんだということについてもですね、これもテレビ報道で知り得る限り、なんか地下トンネルを掘ってと。 ということを言っておりますけども、本当はこれ以上の汚染水が発生しないように直接射水をするという方法もございますので、他の選択肢を含めてしっかりと考え、先ほど申し上げましたように、福島県だけじゃなく、随分たくさんの県に対して輸入制限をかけている国があるという中で、さらに日本全体に風評被害を広げてしまう可能性があるので、そのリスクがあるので、私であれば放出の決断はしません。以上ですね。 これが大炎上してるんですよね。で、高市さんは処理水について別に安全性が保障されてないという話はしてません。あくまで風評被害が起こる可能性があるからということをおっしゃってます。まあ、それは一応正論ですよ。 しかし、先ほどから申し上げている通り、風評被害はおかしな人が騒ぐリスクがある以上、ゼロにはなりません。日本としては科学的に安全性が担保されているものを、ちゃんとした方法で処理しようとしているだけですよね。そして、結局、地元の漁業者は、風評被害が心配なわけですよね。まあ、ですから、結局、高市さんの考えでいけば、海外が全て納得するかどうかで話が決まってくるわけです。 高橋さんは日本の立場を明確にして、また中国、韓国との関係もしっかりと考えていく立場に思いますが、この処理水に関する発想は中国、韓国が納得しない限り、日本は我慢し続けるということになりかねず、本来自民党支持者からすれば納得いくものではないでしょう。 また、結局、この態度は、立憲の枝野氏がずっと言っている、安全はともかく安心がという態度と通じるものでして、これじゃ永久に解決しませんよ。ですから、ある意味、菅内閣は泥を被って決断したわけです。しかし、このように、総裁候補の高橋さんの発言で、菅内閣の決定を覆すようなことを言えば、これはやばいです。しかも高橋さんは、さも処理水の放出はまだ決めなくても問題がないという主張ですが、 それは本当でしょうかいろいろおっしゃいますが、それが説得的なものであればいいのですが、私の知る限り、処理水の放出をまだしなくていいというのが正しいのか疑問です。高橋さんはこの記者会見の翌日、ネット番組の虎ノ門ニュースに出演し、この件について弁明していましたが、結局、処理水放出をせずに問題がないということの立証、じゃあ風評被害が起こらないとは何を示すのか、など明確にすることはできなかったと思います。 これは高市さんが明確に菅内閣の実績を潰してしまうことになります。また市長に対して根拠があるかよくわかりません。で、このチャンネルで先日作った動画では共同通信の調査に基づくものを作っています。そこでは岸田、河野、石破が支持率を競い合い、高市氏は彼らの半分未満の5%ほどの支持しかなかった調査結果が出てましたね。 しかしコメント欄では予想通り、月刊花田のアンケート結果に基づく批判がありました。まあ、要するに、月刊花田の方はサンプルが10万票ぐらいあるが、共同通信の方は1000程度だ。だから花田の方の7割ほどの高市支持という結果が正しいとするものですね。まあ、しかし、これは批判としてトンチンカンです。そもそも、例えば NHK などで普段行う政党支持率などの調査では、サンプルが2000程度だったりします。 統計的な処理をする際にはサンプル数が多くないといけないというわけではないんですね。従、まあ、って数が多ければ正しいというのが間違いです。また、花田の方は投票したい人が集まるものですから投票のにバイアスがかかってます。 もちろん共同通信の方も共同通信側が電話をするのでバイーがかかるのですが動画でも強調したのですが共同の結果って自民党支持率が4割超える調査結果ですからねすなわちサンプリングの際に共同が自民党にとって不利なことをしたと推測するのはおかしいとわかるわけですよ、まあ、したがって共同通信の調査の方が明らかに間違っているというのはちょっと間抜けです ちなみにその後、読売新聞、また自民党の党員調査などもありましたが、いつでも高市氏は岸田、河野、石破氏などの半分未満なわけですね。で、本当に高い市を応援したいなら、現実をまず受け止めて、その上で行動や意見を言うべきなんですよね。いくら、本当の民意は高市持なんだって叫んだところで、正直言って現状、それはただの妄想です。 以前の動画では私は今回の総裁選は選挙に直結するので選挙に勝てるという根拠が総裁候補には欲しい。だから高市氏はメディア出演に積極的なんだろうという話をしました。まあその露出によって高市氏を応援したくなる国民が増えれば私の理屈からすると十分に高市氏にも勝機が出てくるわけですよね。 今回の処理水問題についても一部の人は、高市氏は別に処理水放出に反対じゃない、単に風評被害を防ぐと言ってるだけだという人もいますしかし、現実的に考えて、処理水放出を決めた菅政権の結果を潰す発言であったことは間違いないわけですよね。それらのことから目を背けて、都合のいいことばかり叫んでるのは、それはよろしくないでしょう。 立憲民主党が不甲斐ない以上、おそらくこの総裁選で勝利した候補が、これからの日本のリーダーでしばらくはあり続けるわけですよね。従、まあ、って候補者の言動、真正面から受け取って、ぜぜひひで考えていきたいものだと思うんですよね。 そうじゃないと私たちは、どっかの妄想やらと同じ扱いになってしまいますから、皆さんはどんな風な感想を持たれたでしょうかぜひともね、皆さんのご意見もお聞かせください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価の上、こちらの動画や再生リストもチェックしてくださいね。福島原発に関する過去動画も用意しておりますので。では、バイバイ。